始まりましたね。たった30分前会議してたんですけど、 お客さんいないんで困ったなと思ったんですけど、もうこんな大勢で集まっていただいて、本当に今年も、八幡祭りに出演させていただきました。本当にこうやって皆さんの応援があって私たちが頑張れますので、今日もこれから30分間ね、お祭りのスタートをちゃんと切れるように、頑張って踊りを踊らせてもらいたいと思います。ちょっと最初にお話したいことがあるんですが、私たちはお隣の南越谷阿波踊りご存知ですか？南越谷阿波踊りご存知ですか？はい、